皆さん、ようこそクラブ、クラブ、なんかさ早かったね、今ね早かったね、もう一回とか、無意識そう皆さん、ようこそクラブベネレー。本日の MC は大役坂田翔吾でーす。はい、アダム役柏崎隼人でーす。よいしょ。はい、ユーズの役石井隆でーす。やばー。はい、カナタ役岡野優でーす。おー、イエッ。はい、表情役田辺康介です。はい、はい、というわけで今日も始まりますよ、リモートホストナンバーワンへの道。イエー。みんな楽しんでやってこーい。みんなは企画を教えてくれ。心して聞こう。みんなは頼む。ああ、うるさい。全部遮る。みんなは自分が思っていることは実は誰も分かってくれないと思ったことはありませんか？あるよ。ある、ね、ない。あるよ。あるよ。ないの？じゃあお前出てけ。企画倒れ。そこで、うん、マジョリティゲーム。少数派を、ぶちのめしていくっていう。あそう、ぶちのめされちゃった場合ちょっとね、うん、体にちょっと支障をきたしてるかもしれないんで、うん、特別に、うん、健康にめちゃくちゃいいお茶をね飲んでいただきます。もしかしてすげえなんか嫌な予感しますけどね。すげえ雲行きが変わったぞ。ちょっと経験は何回かあるんですけど。あるんだ。ヒデさん経験則で言うとどういうこと。そうそう、経験則で言うと、うん、あの顔のパーツが全部中央に寄る。じゃあ行きましょうかね。おっ、いいね。ザキヤマルールじゃないんだよ。5回前くらいにさ、あだ名を減らしていこう。あだ名増やすな。そうだっけ、増やしたし。ザキヤマさんね。じゃあザキノシンから。ザキノシン。はい、じゃあザキノシンがいきます。僕らクラブベネーレ、みんなラーメンが大好きなんですよ。もうみんなで行くぐらいもうラーメンみんな大好きです。大好きですね。そこで、はい、問題です、はいはい、あなたはラーメンを最初に食べるとき、はい、スープから飲むのか、うわ、それとも具材を先に食べるのか。具材スープがパー。スープの人はパー。スープがパー、ね、スープね。それ以外のカレー具材、具材のグーツ、具材のグーツってね。はい、決まりましたよ。はい、決まりました。いや、これどう、いつもみんなどうやって食べてたっけ。みんなど、じゃあみんなどうする。いや、いや、いっせーのーぜ、グー。うわぁ、よっしゃー、やったー、やったー、マジ。というわけでね、ハヤティとコウスケがスーパー、おいおい、マイノリティでございました。いや、スープからいくやろ。飲みます。はい、いいね。あ、香りは、あ、いいじゃん。普通のお茶、ソムリエ、全部、全部含もう、口の中に。いきます。クイッと、口の中に全部含んで。どう？いいね、いい表情だね。じゃあいきますよ、はい、うん、犬派か猫派か。なるほど、なるほど。シンプルにして究極の二択。うわ、出ましたね。出ました。じゃあ、犬がパーで、犬がパーで、猫がグーで、猫のグーっつってね。待ってこれさ、いや、そうだね、どっちだっけな。あれ、書いてあったよね。みんな書いてた人いたでしょ。あ、イベントの、イベントのパンフに、あの、猫、そうだし、好きな動物みたいな。嘘もあるから。でも、そう、今回嘘もあるんです。そうだ、いやだ、本当だから、これマジで駆け引きだよ。犬がパーで、猫がグー。そう、猫のグーっつってね。猫の具はよくありますか。じゃあ、いっせーので、えっ、やったやったやったおい、マジか。
と違うじゃねえか。いやいやだって嘘だろ。危ねえ。しゃー危ねえ。だってしゃー声優ってみんな猫好きって聞いたよ。そんなわけないだろ。どこ上手だそれ。いやよかったマジで。乾杯という。バイ。ケピー一緒に飲む？うん。ケピー。ああはいはいはい来た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 。やだな。ああれだあれだあのー、あれだあ何をあれ。ヒデさんもうねいろんなことしてるから。え痰？痰が来る。いや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 。ちゃんと口の中でテイスティングしたか？食に関することでじゃあ、はいはい、パン派かご飯派か。朝ごはんってこと？どこ？あ、大事だ。あ、朝ごはんにしよう。朝、OK、朝か。パンがパー、ご飯がグーでいきましょう。はい、朝ごはんね。朝ごはんね。朝ごはん、ね、朝ごはんね、はい。みんな分かってんだろうな。パンがパー。あー、みんな頼むぞ。頼むよ。本当頼むよ。マジで頼むよ。朝ごはんでしょ？頼むぜ。頼むよ。よしよし。もう5人の意見一致させてさ、そうよ平和に行こう。そう。苦い。口の中が苦い。OK。じゃあみんないいっすか？いいよ。いいよ。行くよ。来い。パンがパー、ご飯がグーね。はい。はい。一斉のせいでの出ていくからね。うん。行くぞ。いいっす。一斉ので、グー。よっしゃー！よっしゃー！よっしゃー！やったー！まんべんなくいったね。さあ、行けー！どうしてパンを上げたんだい？嫌いやがれー！どうしてパンを上げたんだい？どうしてパンをあ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 げたかというとね、僕は本当はご飯派だけど、だけどさ、この子がさ、すげえ朝ごはんって言ってくるから、俺はまあパンの流れかなと思って。逆じゃない？よくよく。ちなみに俺パン派だから。すごいね、これでみんな1回ずつだからね。そうだ、ちょうどいいね。みんな全員飲んだ。まあ、みんなもうプレゼントだと思って。そうだね、どうぞ、健康だよ。もうケピー、これで並んだわけだから。ケピー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 。ピーケピーってなの？口の中でちょっとテイスティングして。一番リアルな反応かもしれない。すっごい動いた。チンパンジーになっちゃったの。あげちゃった。泣きそうなチンパンジーだ。じゃあどうしようかな、うん、まあ今ちょ若干ね人この人といえば、まあ、猫とかいろいろあったじゃん、はいはいはい、そういうのちょっと入れてこうか。なるほど、うん、スポーツで、はいはい、サッカー派か野球派。あこれどうでしょう。でもさ、そうね、これさ明らかなのは僕ぐらいじゃん多分。いや、でもまあまあでもフットサルやってるけどちょっと触れてるし。そう高橋もだって野球やってたんだよね。やってた、うん、あ、そうなの。卓球だと思ってた。実は俺もサッカーやったことあるんだよ。でも俺でもどれも違うな。どうしたどうした。もうね、確かにこれ苦くて舌があんまり回んなくなるんですよ。動かなくなってきて。そう。俺も実はスポーツ少年団とあの中学の部活で6年間野球やってたよ。あだからいろんな情報が今出てきてます。こっちサッカーのこっち野球みたいな。そうだね。僕は 無所属ですね。剣道だもんね。剣道しかやってない。え野球もやってたの。やって野球やってたよ。ずっと旦那だったら野球の方がやってたよ。サッカー顔なのに。いや野球をずっとやってた。じゃあそういうことね。じゃあサッカーがグーにしようか。で野球はパンチ。ちょっと待ってちょっと待って、これどっちするんだ。いやそれを考えるんだよ。よし行こう。よし行こう。行こう。サッカーがグーで野球がパーね。はい、はい、いっせーので、うわー、よっしゃー。よっしゃー。いってらっしゃい。もう同時でいいっすか。ちょっとまあもう仲良く、ね、一斉に乾杯して乾杯して乾杯。いってらっしゃい。飲んで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 。うわー効くー。やべえこれマジで。あのね、舌の裏側に入ってくんのよこいつマジで。うっとうしい。やばいね舌の裏。今もうあの
これ何これ今のちょっと待って何このってどうした大丈夫暴れてた今おもろすぎでしょ分かる分かる行きますよはい何ですかこのお茶を飲ませたいのは石井さん派それとも俺派おい、なんで、なんで、ちょっと待って問題を石井さんが、じゃあパーねじゃあ俺がグーねなんか、いろいろややこしくなってくるなややこしいでしょこれ、ま、なんだ別に多かった方は飲むの飲まない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 ややこしいな少数派が飲むんでしょ少数派が飲むあ、だからあ、でも、先般というわけにはなんないもんなうん、飲ませたい派だからねそうそうそう飲ませただどっちってただそれだけただみんながどっちに飲ませたいのかと、うん、それでいてこっちもこう駆け引きがすごいあるからあーなるほど、ね、あそうかそうかここでそうこれ多数派になったら逆にあれだよねだからどっちに転んでも仲悪くなるやつそうそうそうこれ一番面白いのは俺とヒデさんだけが飲むやつそう、ね、確かに、ね、あ確かに確かに2、3になるのがねいやちょっとでもむずいねいやいこれねこの台本見た瞬間に思いついてさあこれはなこれはいいね、いやーどうしようこれマジで見れないなヒデさんパーねヒデさんがパー探しをグーオッケーで一回みんなで心合わせよ一回さ言うどっちに言える形式的な俺のこういうこと俺じゃんって最初チョキ出さねえぜみたいなそう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 最終ラウンドだからねちょっと最終ラウンドから人狼みたいな感じになってきたわけそう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 じゃあ生えていかないとどっちに入れるか僕はパーを出しますヒデさんねヒデさんね俺は当然坂下に入れるよねそうだねそのスタンスでいいんだローラー作戦だから声ちっちゃいよ人狼同士、ね、疑われてる者同士みたいな感じだもんね俺に入れるんだ翔はじゃあ俺は俺に入れようかなあらら。あーちょっと、まあ、くそマジか僕は僕言うだけだもんね僕はじゃあヒデさんに入れますよはい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 で、2-2か2-2俺は坂所に入れようかな。グーで。はい。ってことは？ということは今の時点だと坂所に坂所優先だね。はいはい。俺は坂所。坂所しない。パーグー。で俺は自分に入れるって言ったから、グーだね。パーグーグーパー。パーパー。で俺グーだね。パーグー。今んとこね。今んとこは俺とゆうくんが飲む。っていうことになるけど、ね、今のところはね、まあ、言っただけだから、ね、言っただけだから、ね、言いたいまだ分かんないどうなるか分かんない結果が分かんないからね、うん、じゃあ行きますよはい、はい、頼む頼むぜみんないっせーのーでやめたなんで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 俺自分に入れる確か俺が飲むっていう風にグーで出したもんでね最初ちょっと待ってこれ俺も坂上に入れるって自分でそれちょっと待ったちょっと待ったこれはあれだわ審議審議これはちょっと審議ですよ皆さんどうしたどうしたあなたこの質問を考えたのはさっきこの企画やる前に思いついたって言いましたねいやこの企画台本見て思いついた口裏合わせたなお前らいや本当に合わせたライアーゲームはよしこさんライアーゲームみたいなやめてくんねやったなこれいやしてないしやっただろあのなんだったら今流れで全員俺ってあげて、うん、おーみんなあったじゃんじゃあ誰も飲まなくていいじゃんってなるのかと思ったら一人だけちゃんと入れてるからそうねそれは自分が悪いよねちょっと待ってよそうせーの飲み足りないから持ってんのはい飲んで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 飲んじゃって楽しかったですね、意外とね楽しかった、終わりよければね、は
はい、よくねえんだよ、悪いよければよくねえんだよそういう感じでこれからも楽しさ多数派でクラブベネールを盛り上げていきますので、次の動画もお楽しみに。バイバーイ。見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。